トラチャンネルです。本日も、千葉県銚子市犬吠埼駅に来ております。犬吠駅に来ております。今ちょっとね話題に立ってますが、人気の YouTuber さんが銚子に来たっていうことで、東海オンエアの、柴湯さんと、トスミツさんが来たみたいで、どこにあるの？あ、これじゃない？あ、書いてあるじゃん、もう。旅ノート2022東海オンエアの柴湯さん、としみつさんの書いた旅ノートは、あ、ほら見て、駅窓口にあります。駅員さんにお声掛けくださいって書いてある。そうなの、声かけなきゃいけない。もうあれなんだよ、声かけないと見れないようになってるんだ。すごいな。駅員さんの家は見れるってことね。すいません、東海オンエアさんのノート見たいんですけどいいですか？すごい。あ、すごい、こうやって言えば出してくれるんですか？あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいな。人気だったんだ。あ、岩下の新生姜と。何やねん、これ。あ、元調子とかあるよ。笠上黒杯ない。笠上黒杯。他は星島。なんで？ないじゃん。ないじゃん。黒灰がない。黒灰ないじゃん。なんで黒灰？まあ、中途半端。中途半端なとこはないのかな。でも元調子があるよ。なんで元調子？あ、元調子、ほら、ひろみさんが。いや、関係ない。やってるから？わかんない。え、でも。エマとかあるじゃん。あ、やっぱあんじゃん。笠上黒谷やっぱあったじゃん。ほら。売り切れちゃった。うん？まずいもん。お守り？うん。何？なくなっちゃったんだ。売り切れだわ。ちょっと何か作ってあげる？
濡れせんべい味が出たよ。まずい棒。トクトクトク。あ、ほんとだ。これ濡れせんべい味。あ、ほんとだ。これこれが濡れせんべい味。あ、見て。キャリーとコラボ。そうそう、これあった。家にある。家にある。なんでね。なにこれ、癒やし焼き芋だって。ぬれ、なにこれ、餃子。ああ、はいはい。ぜひ、犬吠駅来てみてください。